びっくりしました。うちの、長女がパパ一流になったねって言われまして、あ、そうかということで喜んでおります。草刈正雄です。来年で芸能生活50周年になります。皆さんありがとうございました。今年1年を振り返って特に印象に残った出来事や嬉しかったことは、いい仕事に恵まれました。初めてのジジイ役をやらせていただきまして、おジジイの役がもう来たかと思いましたが、前いい仕事をやらせていただいた半分が同じスタッフだもんですから、心を許せる仲間たちといい仕事ができたと思います。ジジイ役いつでも引き受けますのでよろしくお願いします。今一番行きたい場所はどこですか？やはり年重ねてくると、昔は若い時は思わなかったんですけどね、やっぱ故郷に帰りたいなとは思うんですね。北九州の小倉なんですけど、もう二度と帰るかと思っておりました、最初はね。でも今この年になると、あそこ行ってみたい、こうしたい、ああしたいっていうことを思うようになりました。そういうことなんだなとつくづく思っておりますが。あなたが自分らしさを感じられる瞬間はどんな時ですか？また国の話になりますが、何々弁が出てくるんですね。家族と話してる時、仲のいい友達との会話の中にもちょこちょこ出てくるんですけど、ああやっぱ俺はあそこの人間なんだなっていうふうにつくづく思う時があります。最後に読んだ本は何ですか？大体ね、僕台本です台本しか読まない、あんまり本読まないですよね台本、いい台本よろしくお願いします。2020年チャレンジしたいことは何ですか？僕ね、このチャレンジしたいっていうのはあまりないんですよ。だからいただいた仕事を僕なりに精一杯やるというようなスタンスでおります。ごめんなさい、ありがとう、よろしくお願いします